君と過ごす夏休み、婚活偏差値39の男がお送りするガールフレンドかっこかり。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。では村上先輩攻略編、今回もやっていきましょう。まあ、前回ね、ちょっとあのイベントが始まったところで切っちゃったんですけれども、これあのね、直にセーブができるんで、前回終わったところからちょうど始めることができると思うんですよ。ほらほらほら、村上ですけど、今お時間大丈夫ですか？あ、大丈夫大丈夫。今朝急に望月さんに海に誘われて、まあ、もうね、このゲームはもう当日に誘われるっていうことはもう承知の上なんで。それで望月さんは、望月先輩と黒江さんも来るのか。私があなたを誘うことになって、こうして電話したんですけど、そのよかったら一緒に行きませんか？黒江さんの、なんで黒江さんが喜ぶの？全く理由がわからん。大丈夫ですか？よかった、ありがとうございます。それでは駅前に集合ということでよろしいですか？ OK OK、はい、他の皆さんには、てかさ、みんな同じあの駅使ってんの？楽しみにしています。だって村上先輩って確か電車通学じゃなかったっけ？失礼します。で、電車通学でこの駅使うのはあくまでも高校に通うために使うわけでしょ。おはようございます。なんで一回途中下車したのかな。本当にいいお天気よね。絶好の海水浴日和だわ。いい写真も撮れそうだし。おー、そうだ、高く買い取りますよ、望月師匠。今日はよろしく頼みます。いや、あぶね、バイトしててよかった。これ絶対お金足りなくなるとこだったよ。お、早速1枚。おみおちゃん、こっち向いて。はい、ピースです。クロエちゃん、いきなり入ってきちゃダメよ。いや、でも実際にクロエさんの写真も買いますよ。だって見てる分には全然可愛いっすから。私も撮ってください、エレナさん。まあ、ちょっとね、村上先輩に比べると安くなっちゃうけど。でもさっきのふみおちゃんの、でもさ、このメンツだったらさ、前回ももちゃん攻略した時はなんかね、胸がちょっと残念な感じだったけど、今回はかなり期待できるんじゃないか。ふみおさんの素敵な表情ならこれからきっとたくさん撮れますよ。たくさん撮って、俺がたくさん買い取ってあげるよ。ホームに行きましょう。ちょっとバイト代が入るのが、まあ、来月になると思うんで、ちょっとバイト代が入ってからのお支払いということでよろしいでしょうか。すごく綺麗。この色をアクアマリンというのでしょうか。透き通った青い海と白い、なんか後ろの方に島が見えますね。見ているだけで心が癒されます。ふみおさん、海を眺めるのも素敵ですよ。村上先輩、アクティブに遊ぶ感じじゃないですよね。アクティブに遊ぶのも楽しいですよ。どうぞ、早速水着に着替えましょう。そうそう、早く着替えてきなさいよ。ふみおさん、おお、いいっすね、クロエさんも。私、いやー、望月師匠さすがだな。着替えて、まあ、村上先輩はちょっと清楚な感じで、君はどう思う？うんうん、いいんじゃないかな。いや、全員いいよ。今回はいいっすね。今回はっていうか、まあ、前回も別に全然いいんすけど、これは今のところ1位っすね。1位って、その村上先輩が1位ってわけじゃなくて、この3人のこの全体的な絵が1位ってことっす。何を言ってるの、ふみおちゃん。夏の海と言ったらスイカ割りに決まってる。あれ、スイカなんて持ってきたの？でも、ほら、スイカないよ。ありませんよ。なら無理だね、ビーチボールで代用しようって。全然面白みがねえな。なら俺が買ってくるよ。え、これ買ってくんの？だいたいさ、スイカってさ、現地で調達できるもんだっけ？あなたが買ってきてくれるんですか？あんな評価上がったけどさ、の人です、ね、スイカ割りしたかったの、村上先輩。それじゃあお願いしちゃおうか。うん、まあいいよ、割り勘だよ、割り勘。 俺バイトしてるとはいえ、まあ、ただね、このメンツだったら実際は俺出します、スイカ。来たわ、スイカの到着よ。わざわざありがとうございます。スイカ割り、すごく楽しみにしてましたよ。君たちスイカ割り楽しみにしてたんだったらさ、なんか最初に言ってよ、スイカありますかとかさ。なんで現地になって言うんだよ。ダイナミックに叩き割るなんて、なんてエキサイティングなスポーツでしょう。それじゃあ、あ、やっぱり俺が悪いんだ。また誘導のやつか。これね、なんか難しいんだよね。
海代ちゃんには前と同じ要領でいいのかな。彼を誘導してもらってもいい？村上先輩が誘導係か。か頑張って誘導しますから力を合わせて一緒にスイカを割りましょう。力を合わせてって言われてもね、バッチリカメラに収めるわよ。いや、そんな姿より準備はいいですか。君たちの水着姿を収めてくれれば大丈夫です。講習してくださいね。ちょっと待って、目隠ししただけ。ちょ、何し出すんですか師匠。一旦彼の立ち位置を変えた方がスイカの場所がわからなくなって立ち位置ね、なかなかやらかしてくれますね師匠。勝負ってなんだ勝負って。ふみおちゃん、彼の手を取って。お、手を取ってくれるんだ。私がですか？お願いします、ふみおさん。わかりました。ではあなたに手を添えて。いや、ここでちょっとトラブル起きないかね。気をつけて。おっとみたいな。ゆっくり歩きましょう。もう少しこっちでしょ。どこに誘導してるんだ。そっちは人が危ないですよ。それならこっちに移動しましょう。そのあたりでいいんじゃないかしら。ではここから始めましょうか。ここはどこだ。ここからは私たちが声で誘導していきますね。準備はいいですか？うん、まあいいっちゃいいけど、ふみおの声がする方向に向かう。スイカはここです。こっちですよ。こっち？まあまず進みました。なんなん、違います、もっと左ですよ。ってことは今右にいます。で左に向かいました。で、また同じだなこれ。行き過ぎなのか結局。で右に行きました。いい感じです。もうすぐですから頑張ってください。え、全然わからん。もう一回見よう。左ですよ、右に行ってちょうだい。いい感じです。いい感じです。もうすぐですから頑張ってください。え、右に行きすぎました。右に行った後が分かんないんだよねいつも。でまた左、これ違います。あなたは今嘘。右を向いています。そうです、その調子です。待って、左じゃなくて右だったってこと？これちょっとロードしてここまで飛びます。左ではなく右だな。よーし、そのまま歩いてきてください。いやー、危ない危ない。時を戻せる能力を持っていてよかった。ずいぶん近づいてきましたよ。今です、お願いします。一刀両断。おめでとうございます。綺麗にスイカが割れました、我が残関党に立てぬものなし。私のせいで失敗したらどうしようかと。いや、失敗するわけないじゃないか。村上先輩のアドバイスのおかげで。スイカ割り大成功でしたね。そう、大成功だったね。夢にまで見たスイカ割り、生で見られて大満足ですよ。次は何をしてあげましょうか。皆さん満足してくれたようでよかったよかった。今日はとても暑いですね。いやー、俺泳ぎたくねえな。でも絶対村上先輩泳がないよ。ぷかぷかしたいわ。ふみおちゃんは？私はほらほらほら、俺もちょっと泳ぐのは好きじゃないんで。あなたはどうしますか？一人でランニングしてくるとか。お前何なんだ、何しに来たんだ。いや本当にここはもうこれですね。この選択肢でいくと。気を付けてくれるんですか？でもそんなに気を使ってくれなくていいんですよ。いや気を使ってないよ。わかりました。なら一緒に読書をしましょう。てか本持ってきた？そうね。ふみおちゃん一人だと心配だし、可愛いから絶対ナンパされるに違いないの？いやそれは師匠も一緒だよ。そんなことないですよ。絶対ナンパされるよ。とにかくよろしくね。クロエちゃん、行くわよ。まあさすがにね、砂浜で DS やるってわけにはいかないですからね。絶対砂が入って壊れるし。走って行ってしまいました。二人とも元気ですね。ところで、
あなたは本を持ってきてるんですか？いや、持ってきてないと思うよ。ほらほら。だったら、ますます申し訳ないです。私のわがままに。いや、大丈夫大丈夫。ガールズウォッチングもしてるだけで、全然時間潰せますから。はい。ここはとても暑いですから。夢中になって本を読んでしまってました。あなたは退屈してないですか？いや別に退屈はねしてないよ。ならいいんですけど、付き合わせてしまってすみません。あ、ビーチボールが転がってきました。すみません、拾ってください。はい、どうぞ。どうもありがとう。男の子っていうかちょっと青年っぽい声じゃなかった？皆さん楽しそうですね。そういえばクロエさんもビーチボールを持ってきてましたね。え、そのビーチボールを借りて遊ぼうですか？そうですね。ビーチボールって2人だと何すんの？わかりました。お手柔らかにお願いします。いいねいいね。行きますよ。そうね。ほい。ナイスレシーブですね。やられちゃいました。やられたって何？やられたって。もう一本行きますよ。そうね。もしや二人で勝負してんの？普通にビーチバレーを。あ、返されちゃった。またやられちゃいました。容赦ねえな。あなたは運動神経がいいですね。うん、運動神経いいよ。運動神経もいいし、音楽もできるし、何でもできるよ基本。どうした？すみません。おお、大丈夫か？めまいが、なんだか立っていられません。ひょっとしたら熱中症。おお、ちょっと大丈夫本当に。これはライフセーバーの人が出張ってくる感じじゃないか？氷袋で冷やしてあげようって。これさ、胸触ったらどうなのかなちょっとあれだけど。冷たい。なんで持ってんだよ。でも気持ちいいです。体のほてりが収まっていくような。頭痛もすっかり収まりました。軽い熱中症だったみたいですね。だって今のってさ、倒れたレベルだよね普通に。ちょっとした騒ぎになるんじゃないか。中目先輩一人だったらそもそも読書しかしてないと思うから大丈夫だよ。一瞬だけど遠くにイルカが見えたのよ。そう、イルカなんて見えんの？海で。この海辺で。びっくりしましたけど感動でしたよ。カメラを持ってればよかったわ。今度はみんなで。やっぱり望月師匠あれかな、防水用のカメラ持ってるのかな。行きましょう。これはまたあれかな、時間が経過しました的な。ああ夕方になってる。楽しかったわね。あ、イルカ取れたんだ。やっぱいたんだ。イルカも取れたし大満足だわ。私たくさん泳ぎましたね。今日は本当に楽しかったですね。本当に楽しかった。あなたのおかげで今年の夏の思い出がまた一つできました。いや、これからもまだまだ思い出はできるよ。本当に良かったです。いや、本当羨ましいやつだ。8月15。この世界にお盆はないのか。お盆はいない。いない。てかハテナが2つあったな。8月16、学園をいるいるいる。お、寝てんじゃん。何してんの？もし起こしてんの？うん、立って寝てたね。立ってぐっすり寝てたね。いや、もうさすがにね、あの寄っかかるところがあれば立って寝れます。ちなみにあの電車でいうあの角のところの、そこに寄っかかれば立って寝れるけど、普通には立って寝れないっすね。明日ない姿をお見せして
すみません。ご飯を食べたら急に水分が。いやいやいや、寝顔も可愛いよ。夏休みって普段と違ってお昼寝をしても大丈夫だから、つい油断してしまいました。どうして眠くなったの？どうしてもこうしてもないでしょ。昨日気になっている本を読んでいたら夢中になってしまって、気づいたら朝に。今ね、ちょっとそういう無理はできないですね。俺結構ね、睡眠時間は確保したい方なんで、あんまり夜遅くまでは起きてないですね。現代語訳版です。ズレズレ草とか。それがちですけど、ユーモアがあって。ズレズレ草ってユーモアがある作品だっけ？古典に興味ないですか？いやー、全くない。あまり好きじゃない。かなり好きだよ。まあまあ、あまり好きな、好きじゃないどころか、全く好きじゃない。本当ですか？そう言ってくれると嬉しいです。言っただけだよ。実は好きじゃないよ。読み始めると夢中になって、時間を忘れて読みふけちゃうんです。あなたも。機会があったら読んでみてください。まあ、機会はね、ないと思うよ。そうそう。あなたは今何か本を読んでいますか？読んでないっす。夏休みはじっくり本を読める絶好の機会ですよ。もし興味のある本が図書館になければ、遠慮なく私に言ってください。え、もしか仕入れてくれんの？ちょっとしたら個人的に持っている本を。いや、でも俺が読みたい本を村上先輩が持ってるとは思えないからね。最近文学賞を受賞した女流作家の小説が読めたんですか？いやー、全く興味ねえなー。この作品、私も大好きです。あなたも。でもさ、実際さ、例えば村上先輩とさ、ね、付き合うことになったらさ、やっぱ俺も本読むのかな。多分ね、読もうとはしますね。で、まあ読んでは見ますね。で、それでどうなるかっすよね。いや、やっぱりちょっとなーってなるか、まあ話するためにある程度読むのかわかんないっすけど。もし読んだらあなたの感想も聞かせてくださいね。何何どうした？すみません。おお、全然いいよ、全然 OK だよ。話に熱中するあまり知らないうちに近づいてしまって。え、私、本の話題になると目が輝きますか？そうですか。まあでもね、確かに好きな話でね、なると。私ばっかり喋ってしまって、ませんでした。喋りますからね、自分も。それじゃあ仕事が残っているので失礼しますね。で、今日は OK。 1月17。いない、待ち、いる。おお、どうしたどうした。ございます。今日も朝から暑いですね。夕立でもあれば。いや、残念ながらこの世界に雨は降らないよ。え、私憂鬱そうな顔をしてますか？うんうんうん、そういうわけじゃないんですけど、これから学校のプールに行くところなんです。え、なんでプールなんかに行くの？水泳の授業の補習があるんですよ。あ、一学期中に休んでしまったことがあるってさ、別に水泳の授業良くない？ちょっと苦手なので補習するほど休んだの？顔に出てしまったのかもしれません。いや、俺もね、嫌いっすね。小学校の時しか水泳はなかったんですけど、俺基本サボってましたから。あの、教室で自習っすね。しているつもりなのに、いつの間にか変な泳ぎ方になってしまうんです。息継ぎがうまくできない。いや、俺クロールとかそういう型ができないっすよ。なんか見よう見まねでなんかそれっぽいことはできるけど、多分できてないですね。教えてあげようか。根性で泳げば大丈夫。補習休んじゃえば、まあ、これは普通に一番上でしょ。いや、教えるほどのものはないよ、言っとくけど。でも、あなたも補習を受けなければいけないんですか？なるほど。一学期に風で水泳の授業を休んだだけで補習しないといけないの？厳しすぎるでしょう。あなたと一緒なら楽しく補習が受けられそうです。だって補習って何人いるの？そもそも考えたらそんないっぱいいないっしょ。違うので、一緒の補習は無理です。でもね、1回でも休んだらなんか補習っぽいからね、今の会話の流れでいくと。そこそこの人数はいそうだ。思ったのに。でも、こうしてお話ができただけで頑張ろうって思えてきました。それにしても、お友達とプールに行くのと学校の授業とでは違います、ね、まあそりゃそうでしょう。同じ泳ぐにしても、やっぱり緊張してしまいます。
先生に怒られるかもしれないって。怒られるって、泳げないもんは泳げないよ。私プレッシャーに弱いタイプですから。なるほど、プレッシャーをかけるとダメなんだな。遅刻してしまいます。これほどのプレッシャーをかけてくるやつ、一体何者なんだ。それではこれで失礼します。頑張って泳いできますね。いってらっしゃい。じゃあ次の日へ進みましょう。18日、いない。っていうかさ、学校にさプールある？これプールなくねこの学校ないよね。まあちょっと別の場所にあるのかな。まあそもそも村上先輩がいないからいいや。19日、学園いない、町いない。お、またいない期間があるのか。なんだかんだで20日か。いない、町いない。マジか。今何日いない？3日くらいいなかったっすよね。21日、おー、いたいたいた。こんにちは。今日も暑いですね。打ち水をしているお家もありますが、すぐに乾いてしまいます。夕方になれば少しは涼しくなるでしょうか。それさ、今までの傾向からなんか読めないの？今日の気温は何とかですとかさ。私は図書委員の仕事で図書館に行くところです。本を読まなくても涼みに行くのはありかですか？そうですね、他の利用者の方の迷惑に。別にさ、図書館なんてさ本読まなくても、確かに他の利用者に迷惑かかんないけど全然大丈夫でしょう。くれると嬉しい。だって勉強してる人だっているんだから。それは本を読んでる人とはまた別の目的だし。ってことは別にぼーっとしてたって文句はないわけだから。21人も終わりか、これで。22、多分デートのイベントはこの前の夏じゃねえや水泳で全て終わったから、あとはバイトだな。バイトのイベントがどこまで進んだんだ。あと1個か。ちょっとこれあれだな、ももちゃんパターンだな。なんか最後の方全然何もいないけど大丈夫かってなって、なんか最後の方でイベントがポッと起こってエンディングを迎えるみたいな。ふみおちゃん、私の顔赤いですか？いえ、風邪で熱があるわけではないですよ。ただちょっと名前で呼ばれて。今の呼び方で？あれでドキドキすんの？何でもありません。それでどうかしましたか？私に聞きたいことですか？聞きたいこと。評価を上げときましょう。何でしょうか？これでいくと読書だな。読書についてですか？ですね、趣味というか大好きなことですね。休日になると一日中図書館にこもっていることもあるくらいで。もう8月23だからね。この人何回図書館行ってたんだ？かもしれませんね。でも、まあバイトもしないといけないけどね。全然バイトしてねえな。望月師匠からちょっと写真買わないといけないからな。バイト代ちょっとかなり当てにしてんだけど、これで失礼します、ね、この感じでいくといくら入るんだろうな。でも働けば1日働きますからね多分。でもアルバイトとかだと2時間とか3時間とかで終わっちゃう傾向もありますけど、1日いる感じですからね。でも24か。まあ大丈夫だよね。このまま日付進めていけば。ここからちょっと見てみよう。まあ、全然 OK、 全然満タンじゃん。じゃああとはもうこれ日を待つだけだな。なんで24見よう。いない。まあいなくても大丈夫。不安にはなるな、ちょっとやっぱり。でも25、いる。 OKOK、 まあ多分ね
こういうところではもう何も起きないですね。こんにちは。今日も暑いですね。うん、またこれか。打ち水をしているお家もありますが、すぐに乾いてしまいます。夕方になれば少しは涼しくなるでしょうか。ところで今日はどこかにお出かけですか。今日は私服で図書院の仕事か。図書館に行くところ。それもまたいい。本を読まなくても涼みに行くのはありかですか。そうですね、他の利用者の方の迷惑にならなければ平気ですよ。でもできれば本を読んでくれると嬉しいかな。ちなみに図書館でスマホいじんのはありなの。せっかくお話ができたのに。別に音出さなければいいと思うけど。私そろそろ行かないと。いつでも図書館に遊びに来てくださいね。お待ちしてます。で25も終わりと。26学園いる。あなたですか。こんにちは。今日もいいお天気ですね。それで私に何かご用ですか。これはもうでも評価上がんないっしょ。てか上がりきってるし。何でしょうか。まあでも評価下げるのも意味ないんで、まあ普通にスイーツについて聞いて。好きですよ。そういえば以前望月さんに教えてもらったケーキ屋さん、そちらにとても美味しいショートケーキがあって、もう一度行きたいなと。え、そのケーキ屋さんの場所ですか。そのケーキ屋さんの場所いつ教えてくれんの本当に。私よりこれ一生教えてくれないな。やっぱ行きたくないんだろうね。またこの話題しちゃったよって。美味しいケーキ屋さんを探してみたいです。まだ場所わからないことにしとこう。私はこれから用事があるので、これで失礼します、ね、で、うやむやにしている間に失礼すると。26も終わり。27ももちゃんの時いつイベント起こったっけ。なんか前日とかだっけ。30日とかなんかそんな気もしたけど。28おお、28か。イベントが起きたな。今日はどうしようかな。またちょっとこういうタイミングだけど、時間がね、なかなかいい感じになってるんで、これ始まっちゃうとまた長くなるんで、そうっすね、またなんか村上先輩こんな感じばっかりですけど、今回はこれで終了して、次回はこのイベントからやっていきたいと思います。このガールフレンド動画では、次回の攻略対象者を募集しています。この女の子攻略してほしいというのがありましたら、ぜひコメント欄に書き込んでください。またこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録もお願いいたします。パソコンの方は動画の終わりのチャンネル登録画面をクリック。スマホの方は説明欄から登録ができます。ぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。